回転で揃えるツールが、あのジェスチャーがありまして、ここでこうやってちょっと待ってください。遠くでやると結構面白いんですけど、この辺でこっちにこうやってやるとこう集まるっていう、ブラックホールツールとか呼んでるんですけど、なんて言えばいいんだろうこれ。でこれが結構面白くて、こうやって回したりとか使うのかなみたいな。ただこれのあのなんて言うんだろう、まずこのズーミングとですね、このこういうズーミングと、まあ、タッチとか、あとこれのさっきのこの回転のこういうのは、これはまあ複数選択ですね。そもそも右クリックがタッチ版はなかったので、右クリックって概念がないじゃないですか、タッチって。なので、これらがこう散らばってって、いろいろこう散らばってっちゃってしまうと、こういうふうに散らばっていくと、だんだんその編集自体がエスカレートしていくんですね。こんなふうにだんだん広、サムネイルが広がってくるとですね、じゃあこれどうしよう、こっちに入れたいんだけど、全部これも入れたいんだけどってなった時に、このマグネットっていうツールで、例えば、まあ、いるものいらないものを分けてもらって、こうやってやるじゃないですか。で、じゃあこれらは、全部2個ぐらいに、これらを使おうとした、これらを全部じゃあ編集しましょうってなったらですね、それでこう集めてもらって、でこうやってすぐ並んじゃう。あとこういうズーミングですね、あとこういう回転と、飛ばしちゃいましたけど、ちょっと一個一個追って説明しますと、メディアブラウザーが最初出ました。で、ここからさっきのような形で、こうやってインポイントアウトポイントっていうのを取ってもらいます。で、自分の好きなところを取ってもらって、このコピーボタンをペッと押してもらうと、こんな形での好きなとこ取ってもらって、これでまた別の好きなところを取ってってもらってですね、でコピーボタンを押してもらうという形で、いろんなこう、まあこれ同じような画像に見えますけど、いろんな自分の好きなところを取ってってもらう、自分の好きなところを撮っていってもらうっていう編集をします。で、これにエフェクトをかけると、こんな風に、まあ、エフェクトもマウス、まあ、このカーソルがホーバーするとこういう風にかかります。で、デコペンとかっていうのをこうしてもらう。例えばこれちょっとやってみると、これでこんな風にお絵描きするたりとかですね、これじゃないもんね。ちょっと待ってくださいね。これじゃなくて、あっちの方がいいです。これにデコペンをこうつけますと、例えばこれに、ケンタ君。ケンタ、タツとか書いてあると、これ書いたところを記憶しているので、書いた場所で再生します。お前
気になれおばあちゃん。それとあとそのアニメーションとかもここについてて、ここにあのドキドキさせたりとかですね、こんな風にアニメーションもついてます。ちっちゃくしますね。こんな風にはドキ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 させたりとかですね、できます。で、ちょっともうこの辺からいらないよねっていう風に、この辺からもこの文字を消したい場合はですね、これでこうやってこのタイミングでこう消してもらうと、そこの最後のタイミングで消したところにこうやってアニメーションしながら聞いていきます。